今日の東京ミッドミニッツは、吉野家発祥の地です。こちら築地場外の近所にあります波除神社、波を避ける神社です。もともと埋め立ての時に波がやってきたので、それから守るためにこれを建立したと、書いてありました。立派な神社ですね。実際ですね、中入ってみましょう。吉野家の碑があるんでしょうか。入るとですね、左手にいきなりこの獅子の大きな顔があります。びっくりしました。お歯黒獅子、そして本殿にも獅子がいました。ちょっと変わった神社ですね。ただ、ご神官なんかからいただけるようです。ここの本殿から、左側これ見て、出口がこちら側、これしだれイチョウ、しだれ柳じゃなくてイチョウなんですね。いい天気でした。立派なイチョウでしょう、でしたね。で、こう辺りを見渡してるとですね、あれ、すごい、これ、あれはなんと吉野家の石碑じゃありませんか。あ、牛丼の吉野家ですね、まさに書いてあります。細かい字は、後で見ていただくとして、こんなところに吉野家の碑があったんですね。ちなみに牛丼頼むときはぜひですね、大盛りで、波を避けて大盛りでみたいな、あとは美味しいので、本日は築地場外市場の真横にある波除神社からでした。築地獅子祭りってことですか。まあ、東京に移ってから